はいどうも、タンタンです。本日は今は生産終了となってしまったティーズクレレが中古品で入荷してまいりましたのでご紹介いたします。こちらは ECF100 というモデルです。はい、結構人気の高いモデルなのでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、こういう薄型のボディをしたエレクトリックウクレレというものになります。はい、その中でもこちらのモデルはここ F ホールが開いていまして、このあたり中がくり抜かれています。なので比較的こう生音もこの程よい音量で鳴ってくれる、そんな一本ですね。はい、なのでこう夜間の練習用だったり室内で弾くときなんかも自分には聞こえるちょうどいいぐらいの音量ですので、なかなか最適な一本かなと思います。はい、ボディはこちらマホガニーが使用されているモデルです。こんな感じですね。はい、今コンサートサイズですのでソロ弾きなんかにも最適だと思いますし、こちらカッターウェイもついています。このあたりハイフレットを弾く際もかなり弾きやすいのかなと思います。生音はこのようなサウンドですね。で、アンプに接続すると、このようにしっかりとピックアップ、ここの下のアンダーサルドのピックアップで音を拾っていますので、こうライブのパフォーマンスだったり録音の時にも使える、そんな一本ですね。はい、で今こちら前のオーナーの方でしょうか、ロージ仕様に変更されておりまして、あとはこのサドルの部分ですね、ちょっと見えますかね、各弦にこうセパレートするような形で溝が切られています。ただ一番下まで溝がいってるわけではないので部材としては一つのパーツになっています。おそらくこうピックアップの音量バランスなどを取るためにこのような加工がされているのかなと思います。でまたこのモデル特徴的なのはここにノブがついていてボリュームをコントロールすることができるので、パッと手元でこの位置だと弾きながら変えたりとかっていうのもできるので扱いやすい、そんな一本なのかなと思います。はい、こちら現在はもう生産されていないモデルになりますので、なかなか探している方も多いのではないでしょうか。ティーズクレイの ECF100 マホガニーボディで F ホールの開いたエレキタイプのウクレイでございます。気になる方はぜひお早めにお問い合わせをお待ちしております。それではタンタンでした。